ジェノベーゼ一家、ジェノベーゼ一家、ジョノベーゼ一家は、ニューヨークマフィアの五大ファミリーの一つである。1890年代シチリア島コルレオーネより、移住したジュゼッペ・モレロが、マンハッタンのイースト・ハーレムを拠点に、強制や、紙幣偽造など、組織的な犯罪活動を展開し、ハーレムや、リトルイタリーにいた、シチリア系ニャングを取り込んで、一大勢力を築いた、モレロ一家。 モレロが収監された1910年代、派閥構想や大化モイラ戦争で、組織の求心力が低下する中、独自の派閥を作った、ジョー・マッセリアが1922年に、一家の主導権を握った。1920年代、マッセリアは、ローアーマンハッタンを拠点に、酒の密売で勢力を伸長し、パレルモ派閥の巨頭、サルバトーレ・ダキイラと縄張りを争った。 出所したモレロの指示をバックに、ハーレム、ブルックリン、ブロンクス、ニュージャージーなど、各地のイタリア系ギャングを次々に参加に加えた。シチリア出身者以外に、イタリア本土南部出身者のグループを積極的に、組織に加え、後に一般化するシチリア系ギャングの組織流入のきっかけを作った。ニューヨークの外では、ライバルのダキーラが築き上げた保守的なマフィアネットワークを侵食し、 反ダキーラ勢力を味方につけて、ダキーラが支持する各地のマフィアボスへの反抗を煽った、マセリアは、シカゴのアルカポネ、デトロイトのチェスター・ラマーレ、クリーブランドのサルバトーレ・トダローなどを支援した。1928年10月、ダキーラは暗殺され、かつてダキーラと対立関係にあった古参マフィアのある、ミネオを通じて、南ブルックリンを支配した。1920年代後半、 シチリア系、カステラ・マレー派閥が、サルバトーレ・マランツァーノを中心に、北ブルックリンで急拡大すると対決姿勢を強め、1930年、半ばに戦争状態に突入した、カステラ・マレーゼ層。当初マッセリアはマンパワーで敵を圧倒したが、支持基盤のモレロやアルミネオラが、相次いで暗殺されて、シチリア保守派の後ろ盾を失うと、カステラ・マレー派の高い結束力を前に、 内部離反者が相次いだ。1931年4月、マッセリアは部下の裏切りにより暴殺された。ほどなく、ラッキー・ルチアーノがボスを継いだ、ルチアーノ一家、ゲンジェノベーゼ一家。マッセリアの死後、マランツァーノは、ニューヨークのマフィア勢力を本人を呼び、ルチアーノを含む、ボス5人をリーダーとする5大ファミリーに整理し、自らを、ボスの中のボスとしたが、 ルチアーノの考え方と相入れず、同年9月、ルチアーノに暴殺された。ルチアーノは、マフィア間の融和と地下潜伏化を推進し、ユダヤ系など多国籍ギャングとの合同組織、マーダーインクを立ち上げた。ルチアーノ一家は、ニューヨーク各地のギャングを幅広く取り込んだ、マッセリアの勢力をそのまま継いだため、五大ファミリーで最大勢力となった。シチリア系が、 支配層だった従来のファミリーと異なり、副ボスビトジェノベーゼ、相談役、フランク・コステロのほか、ジョー・アドニス、ウィリー・モレッティラ・ナポリ系、カラブリア系ギャングが一家のトップランクを占めた。イタリア系ギャングの組織集約が進む中、一家は酒の密輸や賭博ビジネスを推進して、ファミリーの黄金時代を築いた。1936年、ルチアーノの逮捕週刊と、 その後のジェノベーゼの国外脱出により、フランク・コステロが代理ボスとなった。コステロは、1930年代から1940年代に、かけて、ルイジアナ、フロリダ、西海岸、ネバダなど全米各地に、ギャンブル事業を展開し、酒の密輸に代わる、収益基盤を固めた。また豊富な資金をもとに、ニューヨークの姿勢に食い込み、政界、司法界に影響力を広げた。 コステロはメンバーに麻薬禁止令を出したが、それ以外はほぼ自由法人主義を取った。1946年2月、ルチアーノのイタリア強制総監に伴い、コステロが正式にボス座を継いだ。同年ニューヨーク市長となったウィリアム・オドワイアーラ、政治家を買収し、一家は絶頂期を迎えた。1946年6月、組織に復帰したジェノベーゼは、 副ボスの座を剥ぎ取られたが表だってコステロと争わず、核、縄張りを統率する幹部、ストリートボスの指示を取り付けるため、ニューヨークやニュージャージーなど、一家の拠点を奔走した。1950年代前半、コステロは上院のキーフォーバー委員会に召喚されたのを、きっかけに世間の注目を浴び、税務当局に脱税で酷訴されて短期の入り出獄を繰り返した。 1957年5月、コステロは、ジェノベーゼの配下、ヴィンセント・ジガンテに狙撃され、継承、ジェノベーゼは、狙撃事件を直ちに幹部を集めて、ボス就任を宣言した。コステロを支持する、アナスタシア一家、現、ガンビーの一家のアルバート・アナスタシアは、水面下でジェノベーゼのボス就任を阻止しようと他の、ボスに働きかけたが、同年10月アナスタシアは、 ジェノベーゼと通じた配下のカルロ・ガンビーノの裏切りにより暗殺され、コステロは正式に引退を表明した。同年11月、60人以上のマフィアが全米から参集したアパラチン会議は、ジェノベーゼやガンビーノのボス就任を内外に知らしめる会議と伝えられた。ジェノベーゼはボス就任後も、コステロ勢力の復活を恐れ、幹部を監視した。 1960年代初め、ジェノベーゼは、麻薬取引で有罪となり収監されるが、獄中からファミリーを指揮した。1963年、部下のジョゼフ・バラキが、マフィアの正式メンバーとしては初めて沈黙の、起き手を追って証言し、マフィアの内部情報を暴露したことから、ジェノベーゼは他ファミリーから非難され、その権威は大きく損なわれた。ジェノベーゼの死後は、 ボス代行のトーマス・エボリ、副ボスのジェラルド・カテナ、コンシリエーリのマイク・ミランダの三党体制となったが、ファミリーはリーダーシップ不在の混乱を続け、最大最強のファミリーとしての地位をガンビーノ一家に譲るに至った。1970年代にガンビーノの名優、フランク・ティエリーがボスとなり、ファミリーは再びかつての勢力を取り戻した。その後、 アンソニー・サレルのヴィンセント・ジガンテと歴代ボスが相次いで逮捕されたが、ジェノベーゼ一家は幹部級でも次々と司法取引に応じる内通者を出す。他の一家とは異なり、ほとんど司法への内通者を出すことなく、統制が取れており、現在では再びガンビーの一家に代わってニューヨーク最強のマフィアとしての勢力を維持している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。